機嫌うるわしゅうアルファよ。あ、アルファ、お前いきなり目の前に現れやがって、何のつもりだ。また攻撃しに来たんですか。戦う意志はないわ。何をやっているのあなたたち。スキビディトイレマルチバース29話フルエピソードが出たというのにまだリアクションしていないなんて。なんだって。そりゃ本当かよ。くそー、挨拶も取られちまったからな。今日はあいつにお知らせいただき、まあありがとうございます。ふん、今回も未公開シーンがあるわ。こんなことをしている場合じゃないでしょ。早くリアクションするべきなんじゃない。くそ、何を焦ってるんだこいつ。確かにアルファの言う通りかもしれない。一刻も早くスキビディトイレマルチバース29話フルエピソードのリアクションをしなければ。そうですね、まさか敵に感謝する日が来るとは。あら、教えてあげたのに乱暴な言いようね。まあいいわ、私が言いたかったのはそれだけ。せいぜい派手にリアクションすることね。くそ、あいつなんか企んでないか。何はともあれ早く見るしかないですよ、アキスさん。そうだな、新キャラも出るかもしれないし、早速ファロー、二人で見ていくぞ。よっしゃー、見ましょう。よし、始まるぞ。あれ、これってYouTuberのキャラたちじゃん。海外の考察系 YouTuber さんたちですよね。おお、時間操れるのに遅刻してんじゃねえよみたいなこと言ってるぞ。エリートクロックマンさんが言う通り、時間を止めたら大変なことになってしまいますね。なんでここに集まってんだろうな。お、タイムトラベラークロックマンが現れたぞ。彼らと味方なんでしょうか。いや、そんな雰囲気じゃねえぞ。7つの次元を全て管理下に置いた。どういうことでしょうか。サイクルが終わってしまった。彼は戻ってくるでしょ。あ、アップグレードタイタンクロックマンのことかな。エリートクロックマンたちはタイタンクロックマンの復活を望んでいないんでしょうか。タイムトラベラークロックマンは以前エリートクロックマンたちに邪魔されたことを怒ってるみたいだな。でも邪魔をした理由がきっとあるはずですよね。ああ、どっちも悪者に見えねえからな。お互い自分たちがしてることが正しいって思ってるみたいだぞ。これはバトルが始まりそうな予感ですね。おお、タイムトラベラークロックマンが説得するために来たんじゃない。俺はお前たちを倒しに来たんだって言ってるぞ。こわー、うわ、すげえ、バチバチ。そしてバリア、お互いの能力もうフルバーストしていく。うわー、かっこいい。なんだこのバトルは。おお、エリートクロックマンも戦う。なんですかこのバトルは。興奮しちゃいますねこれは。おい、パロ、エキサイトしすぎて壊れるなよ。あれ、なんかすごいこと言ってるぞ。すべてのクロックパワーの源はタイムトラベラークロックマンだって言ってるぞ。それでも俺に勝てんのかみたいな。タイムトラベラークロックマンさんはこの世界の住民ではないエリートクロックマンさんたちを排除しようとしていますね。ああ、言っちゃったよ。なんだ、今あったことを誰が彼に報告するんだって言ってるぞ。彼とは一体誰のことなんですかね。気になりすぎます。どういうことだ、これは一体どういうことなんだ。リーダーである私が登場していないではないか。エリートクロックマンやエリートクロックウーマンは登場しているというのに。え、お前何言ってんだ。お前あの世界では特区の塔にやられてるんだぞ。しかも味方にブスッと刺されちゃいましたね。はあ、そういえばそうだった。なんということだ。でもまだチャンスはあると思うぞ、リーダークロックマン。アップグレードタイタンクロックマンが登場したら時間を巻き戻して復活する可能性もあるからな。ドリルマンさんたちもそれで復活するといいですね。そうであってほしいです。そうであってほしいというか、そうでなきゃいけねえだろう。悲しすぎるからな。ところでだが、今回見ていて気になったところがたくさんあるな。ああ、そうだな。まず私が気になったのはタイムトラベラークロックマンが言っていた7つの次元というセリフに関してだ。これもいろんな考え方ができるよな。ファンメイドのスキービディトイレのシリーズ、いろいろなチャンネルアイコンが今回の動画で出てきてたからな。私はストーリー内に登場している考察系 YouTuber さんたちのことだと思いましたよ。え、7つの次元って言ってるんだぞ。あそこには6人の考察系 YouTuber しかいなかったじゃないか。よく思い出してください、アキスさん。以前タイムトラベラークロックマンさんが初めて出てきた時に一緒にエリートカメラマンさんが登場していたと思うんです。ああ、このカメラマンか。言われてみれば、動画の最後の方で今あったことを誰が彼に話すと言っていたじゃないですか。その彼というのは今回登場していなかったエリートカメラマンさんのことなんじゃないでしょうか。おお、パロ、鋭い考察かもな。エリートカメラマンさんを入れると7人の考察系 YouTuber が揃うということか。
で、彼らはあそこに集まって一体何をしてたんだ？もちろん考察してたんじゃないか？タイムトラベラークロックマンに、私たちのしていることは君にはわからないだろうと言っていただろう？それはリアクションや考察のことではないのか？あー、なるほど。そういう見方もできなくもないかもな。タイムトラベラークロックマンは以前エリートクロックマンたちに邪魔されたみたいなことをアラムクロックマンに話してたもんな。もう一つはよ、タイムトラベラークロックマンが全てのクロックパワーの源だぞって言ってたのが気になるよな。これは全てのクロックマンの能力をタイムトラベラークロックマンが全部使えるっていう意味なのか？それかタイムトラベラークロックマンが死んでしまうとみんなのクロックパワーが使えなくなるとも取れますよね。そこら辺どうなんですか、リーダークロックマンさん、何か知っていませんか？いやー、そこら辺私はさっぱりだ。まあ話が進めばわかるんじゃないか。なんかこいつ知ってそうだな。まあとにかく今回は一風変わった感じだったな。タイムトラベラークロックマンやエリートクロックマン、エリートクロックウーマンたちが戦うところが見れたからな。そうだな。それにしてもよ、かっこよかったな、タイムトラベラークロックマン。両手からバチバチビーム出してよ。アキさん、これは早く作るべきなんじゃないですか？ああ、俺もそう思ってたんだよ、パロ。その必要はない。なぜなら私は君たちの目の前にいるからだ。私の勇姿は確認してくれたようだな。うわあ、タイムトラベラークロックマン！サインください。かっこよすぎる、本物も。本物ではないですよね。さっき見てたのが本物です。なんか紛らわしいな。タイムトラベラークロックマン、なぜ私を？なぜ死なせてしまったのだ。ああそうか。リーダークロックマン、申し訳ない。だが分かってくれ、全てはアルファを油断させるためだ。ところでよ、タイムトラベラークロックマン、なんでこのアニルボの世界に来たんだ？アルファを追ってこの世界に来たんですか？ああそうか。今日は君たちに忠告しに来たんだ。この世界のアルファを今のうちに倒さなければ大変なことになるぞ。カウンタータイタンを復活させてはダメだ。このアニレボの世界でもな、強さは知っているだろう？ああ、確かにな。何でもかんでもコピーするあいつを復活させたら、このアニレボの世界は終わりなような気がするぞ。どうしたらいいんだよ、タイムトラベラークロックマン。アキシ、私の言う通りにしろ。リーダークロックマンを倒せ、そしてアルファを油断させろ。この世界でも？アラームクロックマンがしたように俺にもやれと？というか、本人の前でそういう話しないでくれるかな。確かに。お前ができないなら私がやる。リーダー、悪く思わないでください。ちょっと待ってよ、まさかタイムトラベラークロックマン、リーダークロックマンを倒しに来たのか？こりゃとんでもないことになったぞ。おい、やめてくれよ。あー、リーダークロックマンだ。生まれてる。おい、なんてことしてんだよタイムトラベラークロックマン。おい、お前とんでもないことしてくれたな。味方じゃないのか。よくもリーダークロックマンさん。これでいい。これで全ては丸く収まる。一刻も早くタイタンクロックマンをアップデートさせるんだ。いや、アップデートも何も作ったばっかりなんですけど。それにしてもあいつは知らねえんだな。このアニレモの世界では1日3回までリスポーンすることができるんだ。いやー、便利な世界でよかった。やはりこの世界に隠れていた方が良さそうだな。やられたばっかりなのによく笑ってられんな。そう、タイムトラベラークロックマン、味方になってくれると思ってウキウキしたのによ。大変です、リーダー、一緒に来てください。おお、ラージクロックマンか。びっくりした、タイムトラベラークロックマンかと思ったよ。タイムトラベラークロックマン、はって、お前か、よかった。いや、全然よくないけどな。またスキビディトイレマルチバースの30話が出たらリアクションしていこうと思うので、皆さんお楽しみに。というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたね。一体何が起こったんですか？